失礼いたします。ご紹介いただきました大阪教育大学の木原と申します。まずもって先ほど表彰となりました重要の団体の皆様どうもおめでとうございます。皆様方の報告書の良かったところ、まあこういうことを我々の先ほど名前が出てきたようなメンバーであのピックアップしていったわけですけれども、まあその手続きだとかあるいは考え方。 さらには少し踏み込みまして先ほど表彰となった学校さん等の取り組みの良いところをここで少しご紹介させていただきたいというふうに思っています。この仕組みというのは昨年度スタートしまして一般校の成果報告研究成果報告書のですね良いところっていうのをみんなで味わえるような機会があるといいなということで始まったものであります。 財団のホームページには一般校も特別研究指定校も研究成果報告書っていうのを提出なさってしばらくするとアップされています。こういうところにあるわけですけれどもただまあそれがどのような中身なのかということについて誰かが解説をするその良さっていうのをあのみんなが分かりやすい形にしていった方がいいということで まあこのプロジェクト始まっています。そもそも研究成果報告書を作成するということには価値があります。一つ目はお書きになる学校にとってそのプロセスというのは一年間のあるいは特別研究指定校であれば二年間の実践研究のプロセスや成果をもう一度見直して、そしてそれを継続発展させるためのきっかけとなるというふうにこの。 成果報告書の作成というのを捉えていただきたいと思いますちょっとかっこよく言えばリフレクションの機会と言っていいでしょうかまたそのアウトプットというのはよその学校よその地域の先生にとって価値があります、えー、成果報告書限られた紙面の中ですくい上げられた中身というのはその学校のアピールポイント特徴ということでしょうから読むことによって私たちもやってみたいという思いを 抱かれる学校さん多いいと思いますそしてそれがたくさんの人に読まれれば実践として浸透していくそのためのこれは良きテキストだというふうに私たちはあるいは財団は捉えているわけであります。では先ほども申しましたけれどもそういう良さっていうのを誰かが可視化する。 その担当をした方がいいということでこのメンバーでやったのですけれどもそれぞれの専門が違っていたりあるいは所属している組織をことにしていたりそういう副眼的な目でこの評価を進めていいいたとううふうにお考えくださいではどのような視点でもって各学校から失礼しました各団体から届けられた 研究成果報告書を評価したかというと一つ目は研究内容活動の創意工夫とということであります決して先導的ということだけではなくてその学校が抱えている実践推進上の課題に対して向き合っているかどうかこんな点を重んじたつもりでありますまた内容面の二つ目ですけれども研究ですのでやはり取り組みの 成果ということが量的質的なデータでもって確かめられている方がいいだろうとこれは当然といえば当然でございます3つ目は研究内容の適用可能性という名前をつけているんですけれどもあのつまずきをちゃんと意識していただいているということをここではあの意味していますうまくいったうまくいったということだけではなくて実践研究ですから 必ず失敗等もあるわけで、それに対してきちんとした対応をして、こんなプロセスになったということがちゃんと記された方がいいと、そのいい話ばっかりじゃなくてということですよね。これ実践研究を語る時の一つの特徴だというふうに思います。えそして終わった時にも同じような考え方で批判的な検討を繰り広げていただく、え取り組みっていうものを見直してみると。 ででききたたここととと、なかったこともっとこうすればよかったこと、まあ、そういうのが当然出てきますから後者について宣言をしていただく言い換えれば次なる実践研究の課題に対して見通しを持っていただいている、まあ、こういうタイプの書き方叙述をなさっている学校さんあ,あ失礼しました団体さんのですね取り組みをやはり肯定的に評価していきました。まあ、最後に形式面として、 文章の分かりやすさだとか図表写真等を用いて実践の良さっていうのを他者が理解しやすいようにしていただいているこの5点の観点でもって各団体から届けられた研究成果報告書を評価してみると先ほどご紹介いただいたような14の団体の 文書ととといいうううものににに対ししして積極的に表彰しようということになりましたそれぞれの学校さんもここで名前を述べる時間がないので割愛させていただきますけれどもこの14団体の研究成果報告書の取り組み方これについて先ほど見ていただいた5つの観点のうち1つ目の研究内容活動の創意工夫という点が最も重要であるというふうに思いますので。 これを我々の評価チームがどう見たかということについてのみここではご報告させていただきますこれが大体4つあるかなと思うのですけれども1つ目はやはり組織的な取り組みになっているということが文面でアピールされているということであります例えば日見の小学校さんですと学校規模小さいのですけれども54も ICT 活用の事例を収集しておられる これはやはり全教員が一致団結しないとできないものだということが文面上で非常にこちらに伝わってまいりましたあるいは多様な教科・領域の取り組みをしているさらに中学校において全教科でルーブリックや思考ツールを活用している、まあ、こうしたそのとある先生の優れた実践ということではなくて学校全体として取り組んでいるぞとまあ 基本中の基本なんですけれどもそれを強調していらっしゃるような研究成果報告書というのに我々は魅力を感じました。2つ目は研究課題の必然性とということであります例えば宮城県の高等学校さんでは災害科学科という学校設定科目を創設されその取り組みの充実のためにタブレットを利用しておられる。これはやはり地域性からして非常に 緊急度が高いあるいは重要度がああるるよく分かりましたあるいは愛知県の小学校さん日本語指導を必要とする児童生徒をたくさん抱えておられてこれに困っておられる時にいろいろな教育課程の編成だとか指導計画の策定だとかこれらに苦慮されたという道筋が非常にこちらにも先生方の努力のたっとさ伝わってまいりました。 続いて実践研究の内容や活動が発展している1年間の中でもこれ一般校なので1年しかないんですけどその取り組みの見直しとやり直しがきちんとやられている言い換えれば PDCA サイクルが刻まれているということを言ってもいいでしょうかもちろんそのためにはここにも書きましたが研究計画がよく練られているということが前提になると思うのですけれどもこれは最優秀賞となった 岐阜県立郡上特別支援学校さんが非常に顕著でありましてこの後ご報告いただけるというふうに思うのですけれども実践研究の課題というのが設定されそれが克服されて次なる課題の設定というそのステップというかサイクルというか非常に見事だったというふうに思います。 最後に実践研究のネットワーク化とといいうことでございます複数の学校の先生方の協力体制で進められた取り組みあるいは教育委員会教育研究所等がイニシアチブを発揮して複数の学校の取り組みをまとめていったものこのような単独の学校ではなくて複数の学校の取り組みがあるあるいは一つの学校の取り組みなんだけど他の学校の 力を何らかの形で吸収しながらやっているいろんなその学校を超えたリソースを活用しているそういうその学校単独の取り組みであってもあの研究推進上のこれも PDCA サイクルの一つとして他の学校以外の組織のです、ね、力を上手に活用しているという点において優れているものがあったかと思います。 今、評価の観点の1つ目だけを取り上げても4つもあったわけですけれども、私がここで説明できていない、表彰された団体のです、ね、研究成果報告書の良さ、まだまだたくさんありますので、ご参加の皆様には、後でこの報告書をぜひご見読いただきたいというお願いを、私のここの解説のパートのです、ね、結びにしたいと思います。どううもごご清聴ありがとうございました